ちょっと、もう痛い。急遽動画を撮ってるんですけど、彼のお尻が本当にやばくて。やばい？前から、あの、ちょっと写真見せてよ、だから先に撮って。いや、なんていうの、あのね、いやまず、跡が、もう、お尻がボッコボコなのね。絶対写真撮ってる。でも写真でわかるのかな？あ、わかるか。ちょっと待って。まず、そんな感じでいいよ。いけた。ボコボコなの。本当だ。痛そう。なんか、もう波打ってんの、お尻が。だってさ、あれやってから、じゃこのさ、真ん中のとこひどくないか。それも写真撮るわ。なんかブニブニしてんだよね。そうそう、わかる。ここブニブニ、もうわかるよ、めっちゃ。ちょっとね、こっちライトが、うん、ブニブニしてない。あら、やっぱり水ぶくれになってる。すごい痛い。やっぱ水ぶくれになってるよね。ジーパン履いてたのに。ね、ジーパンね、パンツの上でジーパンの上でこうなるんで、やっぱり痛かったもんだって。ということで、これをもうやってみる。どうぞお前。すごいね。ここ降りてったら入り口に着くんだ。でも、じゃあ僕だけ上がってやる。ゆうちゃんレザーだから。行くよ。え、これ絶対ケツ痛いやつじゃない？ケツが痛いよ。あー痛い。あー痛い。ケツ痛いよ。あーケツが痛いよ。あーおーケツが痛い。あの動画に挟んどいて、もうこれ。めっちゃ痛いの。水ぶくれになってる。あの、お尻の間くらいのね、ところにね。じゃあこれ多分水ぶくれみたいな。水ぶくれができまくってて、お尻に。うん、うん、で、中のがちょっとひどい感じになってるの。なんかお尻のこの間のところこう、うん、丸めのブニブニになってるの。ね、しかもちょっとじゃなくて結構な範囲ね。そう、あのボコボコは結構な範囲で水ぶくれにザーってなってて、うん、で、腫れてんだよ、もうお尻が。明らかに硬いのよ、ここ触ってほら。いや、硬いし、めっちゃ硬いの、ここどこ。明日めっちゃあざになってる。これめ、今、ね、若干色変わってるから。全部あざだよ、明日めっちゃあざになる。あれやばいよ。え、どういうことなの。だって上に別に何もなかったもん。何が。なんかシート的なの。あ、でもああいうものだよね、遊び方は合ってると思う、普通に。重かったのかな。いや、重いのもあるんじゃない。子供の頃だってやった記憶あるもんね。あるある。重かったんだよ。ガタガタガタわーって感じ。お尻痛いっていうのはあったけど、痛いよもう。でもあれ滑っちゃったのも帰れないもんね。やばい。で、途中から足の裏でなんとか頑張ったんだけど。滑らなかったね。カメラ持ってるからさ、足の裏でコロンっていってバンってなった時さ、もうカメラバンってなるじゃん。確かにね、カメラ壊せるやつ。電球ビリビリってなるじゃん。でももうダメじゃん。うん、もうめっちゃ痛い。お尻って言ったじゃん。報告動画でした。言ったじゃん、ケツ痛い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 って。あれはもうダメよ。あ、板みたいなの持ってる。え、この板どこにあったの。下にあったの。もしかしてちょっと見に行ってみよう。え、あの板もしかして昨日暗くて見えなかったけど下にあったんじゃない。え、なんで板持ってるの。え、なんで板持ってるの。だって痛いんだってほら。下持ってるんだよ。自慢じゃないよ。今朝持ってる。え、それ板じゃない。やほー。めっちゃ悪い。
思ったよ。分かんなかった。昨日あったのかな。いや昨日からあったよ絶対。やばいんだけど。専用マット必ずご利用くださいって。こんなんさ夜さライト温めてくんないとさ分かんないじゃん。ライトこのオチこのオチやばいね。みんな持ってんじゃん。あらみんなもいやもう相手はなかったよね多分。でも相手なかった。ということでこれをやってみる。どうぞお前、ね、ここ降りてったら入り口に着くんだ。でもじゃあ僕だけ上がってやる。ゆうちゃんレザーだから。入り口のどういうこと。ほらあそこ出口。あこういうあなるほどね、うん、じゃあこれはい持っててくれる。走れちゃった。携帯レザーやったら携帯とあれで、うん、あ両方で。そう携帯をこっちどっちよどっち。どっちよどっちよ。なんか締めやがったんだよ。もうそらあんなんなったおかしいと思ったわ。何回も通ったんだけど気づかなかったね。せめて終わった後にこれやったんだけど一日経ってない。なんかここに何かあった記憶は確かにあるよ。マジで。でもなんかゴミ箱っぽいもんね、うん、ゴミ箱だと思った。マジで。え、でもほんまを知りたいわ。ずっと言ってるもんね。しかもイヤブロだから岩にこするでめっちゃ痛い。じゃあそのさベッドに座ってるだけで痛い。あしばらくクッションとかお尻立ちせないとね。ね、ジンになった人みたいに読まれるわな。うん、ジですかって読まれるわ。気になるからね。ローラーです言うて。あ、ジですかって。おじさんジですか。ジですかって聞かないから。いやローラーです。失礼な。え、ジですか。分からへん、聞かれるかもしれへんから。おじさんジですか。ローラーです言うて。ローラーって何ですか。ジですかなんて言うか。どうも見てください言うて。それパワーになるやんか。旦那のお尻が。うん、痛すぎるのがボンボコすぎる。大変なことになります。いや本当めっちゃ痛いわ。気をつけて。女の子特に気をつけて。ダンボールとか引きたい。ね。ちょっと挟まれんねんローラーやからこう。わかる。ブチ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 ってずっとわかる。確かに挟まれ。それが痛い。ジーパン履いてたもんね。女の子スカートとか絶対ないもんね。女の子そのままあのスカートでやったら出てくるときエッチやんか。あ、さすが。女の子スカートのジップラインが一番いいちげ。確かに中身見えんな。中身全部丸見え。ユニスカートだったの。うん、はいはい。ということで今日も見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と、よろしかったら、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをぜひぜひよろしくお願いします。皆さんお尻は大切でしょうね。せめてグッドボタン押してほしいねこれはね、うん、あのお大事にグッドね。お大事にグッドね。お大事にグッド。お大事にグッド。何ちゅうのかよ。バイバイ。